人はもう公務からは一切身を引かれました。新しい天皇が目立つようにと、そして前面に立てるようにというご配慮だと思います。天皇と上皇が並ぶ、いわゆる二重権威と呼ばれる、そういったことにはならないように細やかなお気遣いをされてのことだと思います。ただプライベートの活動というのは引き続き行われるわけなので、上皇様はチェロ、上皇后様はピアノを演奏される機会もあると思います。音楽を通じて人とお会いになったり、コンサートに行かれることもあると思います。またテニスを楽しまれることもあるかもしれません。ただですね、これらのお姿がどこまでニュースとして伝えられるのかというのも、宮内庁そして報道側もまだ手探りの状況というのが正直なところです。横内さんね、お二人のお姿を見るチャンスというのは、ということはしばらくないということですか？そうですね、来年の新年の一般参賀には姿を見せられるのではないかなというふうに思っています。毎年新年、皇室ご一家が宮殿のベランダに立ってお祝いを受けられますけれども、これは新年の国民に対するご挨拶の意味もあると思いますので、出られる可能性は高いと思います。ちなみにあさっての一般参賀にはお出になりません。また退位の儀式というのは実は全てが終わったわけではありません。今後大正天皇、明治天皇、孝明天皇の陵墓にも行かれる予定です。移動の際などにまたお姿を見る機会があるかもしれません。4月30日の、ご退位、そして5月1日の即位と、私たちもその何十年かに一度という、出来事を、立ち会うことになったわけですが、特に近くで取材していた皇室担当の横地さんね、退位即位の2日間どんなことを感じてましたか？そうですね、退位の儀式の時は本当にもう感無量の思いで見ていました。そして一夜明けて5月1日になって、新しい天皇皇后両陛下のその自信にあふれたその表情というのを見た時に、本当にこう時代が変わったんだなということを改めて実感しました。